はい、どうも、しです。今回ですね、不調がなかなか治らない、長引いてるっていう人の特徴を9つお話ししますね。で、私はどういう人間かっていうと、うつ病を経験して、回復していって、で今は社会復帰してるっていう人間なんですね。で、なんか自分の回復とか経験談とかをお話しして、なんか少しでもね、気持ちが軽くなったりしてもらえたらいいなと、誰かの役に立ったらいいなと思ってこういう活動してるわけですけど、ありがたいことにね、 YouTube と Twitter 合わせて今多分フォロワー数6万人は超えてるわけですよ。さすがにそれだけいるとですね、毎日のようにね、たくさんコメントが届くんですね。ちょっとね、返信できたら申し訳ないんですけど、目はね通してるんですよ。で、そういうのを見てると、こういう人はね、長引いてるなっていうことがなんとなく分かってくるんですよね。で、もちろんね、私は医者とか臨床心理士とかの先生ではないので、あくまで私が思ってるっていうだけの話で、参考程度に留めておいてほしいんですけど、なかなか治らない長引いてる人の特徴9つ、早速お話ししていきたいと思います。まず1つ目ですね、運動不足です。もうこれはね、うつ病云々とかじゃないですよ。もう他の病気もそうだと思うんですけど、長引いてたりとか治らないとかっていうね、人は大体運動不足の人は多いなと思います。で、うつ病ってなるとね、やっぱなかなか外に出られないとか、特にその状態が悪い時に無理して外に出ちゃうと逆に体調崩しちゃうってことがあるんで、なかなかね、難しいところはあるんですけど、でもやっぱり運動不足っていうのはもう人間のその根幹的な健康の部分なんで、運動が不足しちゃってるとどうしてもね、長引いちゃうことってあるよねっていう話ですね。で、2つ目はですね、処方されてるのに薬を飲まないっていう人です。別にね、薬をね、処方されてなければですよ、処方されてなければ別に関係ない話なんですけど、やっぱりその薬を処方されているのであればですね、ちゃんと用量用法を守ってっていうことですけど、飲んだ方がいいと思うんですよ。で、なかなかそのお医者さんが信用できないのか、薬を信用できないのかってのは分からないんですけど、私薬やめましたとかね、もう無理やり弾薬しましたみたいな人っていうのは大体長引くし悪化するなって思います。私も過去に弾薬して悪化してる経験があるんで、それはすごく実体験としてもあるんですけどね。で、3つ目ですね、3つ目は精神科に行かないってやつです。うつ病ってうつ病なので、うつ病なんですよ。だから病気なんですよ、単純に。で、じゃあ病気になった時ってみんなどこに頼りますか？自分がインフルエンザっぽいなとか、なんかすごいちょっとなんか体調悪いなっていう時ってみんなどこに行くんですかってなったら病院に行きますよね。で、うつ病もそれと一緒なんですよ。だから精神科に行った方がいいんじゃないかなと私は思うんですけど、どうしてもね、精神科のイメージが悪かったりとか、精神科のちょっとこう敷居が高かったりするんですよ、そのイメージによってね。でも実際病院行ってみると普通の病院と何も変わらないんですけど、なんかほら、精神疾患っていうものがさ、すごく世間ではこう大きく重く扱われるじゃないですか。だからなんか事件が起きた時とかにさ、その犯人の人が精神疾患を持ってましたとかっていう報道がされるわけですよね。で、普段精神科に行かないような人っていうのは、じゃあ精神科に行ったりしたらそういう人いっぱいいるのみたいな、気がしますよね。でも実際精神科に行くと、普通に黙って座ってる人の方が圧倒的に多いですよ。なんかちょっと体調悪そうだなって見えることあるにしてもね、なんか急に暴れ出すとか、オラーみたいなこと言ってる人っていうのはいないです。で、じゃあそういう精神疾患を持ってる人はどこにいるかっていうと、大体ね、入院してるんですよ。で、開放病棟とか閉鎖病棟とかあるんですけど、よっぽどの人ですよ、そういうのっていうのはね。よっぽどの、その重篤だったり重症とか、急性にしろ慢性にしろね、そういう人っていうのは大体そういうところにいるので、だから安心して行ってもらっていいんじゃないかなと私は思ってます。4つ目ですね、4つ目は読書の習慣がないっていうことです。これはそんなに大きな要因ではないかもしれないけど、でも私は結構大事なことなんじゃないかなって思ってるんですね。うつ病ってね、脳の病気ですよ、大前提としてはね。大前提としては脳の病気なんだけど、でもじゃあ何かあった時、嫌なことがあった時にどういうふうにそれを捉えるのかとか、どういう反応をね、自分がするのかっていうやり方とか、戦い方、かわし方、受け止め方っていうのは、それぞれあるわけですよ。あと人生観とかね、仕事観とかでもいいわけですけど、今って本当にたくさんのやり方がある、たくさんの生き方、働き方があるっていう時代なんですけど、やっぱね、そのうつ病になってしまってっていう方の中にはすごくね、視野が狭くなってるなっていう風に感じることが多いんですよね。私も過去そうだったんで分かるんですけど、絶対にこうしなきゃいけないとか、こうでなきゃいけないって思ってる方が多いわけですよ。でも実はそれをしなきゃいけない理由は何もないし、別のやり方でやってもうまくいくし、なんならやらなくてもいいみたいなこともたくさんあるわけですけど、どうしても視野が狭くなってるんで、そういう風になってしまうと。で、じゃあ視野を広げるにはどうしたらいいんですかってなると、やっぱ読書がね、一番いいんですよ。本当はね、いろんな人に会って話を聞くっていうのはいいんですけど、体力的にも金銭的にも時間的にもね、厳しいものがあるので、それをギュッとこうコストパフォーマンスの高い状態にすると、やっぱり本なんですよね。で、私も実はですね、商業出版をしているので、本というものがどういうふうに作られるのかっていうのはよく分かってるんですけど、
まああれね、作家がねもうなんか泣くぐらいですね、赤ペン入れられるわけですよ編集さんにね。だからすごくその出してはやり直し、出してはやり直しっていうのを繰り返してて、いろんな人の目が入ってるものになるんで、まあ、やっぱり情報の質ってのはね上がっていくんですよ、高くなるんですよね。なのでその著者の人生とかその書いてる人の思いとかっていうのをすごくいい形で世に出されるものなんで、そんなに外れもないわけですよ。まあ外れもあるけどね、外れもそんなにたくさんないし、マイナスになることもそんなないかなと思うんで、まあ投資としてはね、自己投資としてはやっぱり本を読むっていうのはめちゃめちゃいいことなんじゃないかなと私は思ってます。で5つ目ですね、5つ目は相談できる人がいないです。まあこれはね、あのほとんどの人が当てはまっちゃうと思うので、まあ厳しい話になってしまうかなと思うんですけど、まあうつ病はやっぱり脳の病気っていう前提を持ちながらもですね、自分の悩みとか自分がこれからどうしたらいいかわからないっていうことをあの吐けない言えないっていうのは、まあ、やっぱり人間としてはすごい健全な状態じゃないっていうふうに思うわけですよ。まあ自分の中でねこう悩みを完全に消化して生きていけるぐらい強ければいいわけですけど、まあでもそれができなかったからやっぱり脳に異常が起きてねうつ病になっちゃったっていうことだと思うんですよ。まあ相談できる人がいればうつ病にはなりませんよとかっていうと語弊がありますけど、まあでもそう言ってもね差し支えないんじゃないかなっていうぐらいにはやっぱり相談できる人の存在ってのはでかいんですよね。めちゃめちゃでかいです。で私がねあの結構おすすめしてるのは、まあ、カウンセリングとかだったりするんですけど、まあ、でもカウンセリングって高いんですよね。1時間にこう5000円とか1万円とかかかっちゃったりするんで、なかなかその精神疾患を持ってる人にとってはまあ厳しい選択肢ではあるよなっていう気はしてます。まあ今いろいろねネットのカウンセリングであったりとか、あのカウンセリングの形とかも変わってきてるんで、まあだんだん値段は下がってくるんじゃないかなっていうのは思ってるんですけど、まあいずれにしてもそういう相談できる人とか環境を持ってないっていうのは、まあ、長引いてる人の特徴の一つなんじゃないかなと思ってます。6つ目はですね、生活リズムが崩壊しているですね。まあこれもね運動不足とかに近いと思うんですけど、まあ生活リズムってねあの人間の基本的なあの健康維持するためのところだと思うので、まあでも具体的にほら何時間寝たらいいとかね、何時から何時に寝た方がいいとかっていうのは本当に諸説ありって感じなんで、あの何が正解かっていうのは分からないし、結構個人に依存するところなんじゃないかなと思ってるんですけど、ただやっぱりリズムが一定じゃないっていうのは割とそのメンタルにも良くないし健康にも良くないんじゃないかなっていうのは思いますね。でこれをこう生活リズムを整えましょうみたいな感じで言ってる先生ってたくさんいるんですよ。お医者さんって精神科医の先生とかね、まあ、臨床心理士の先生とか公認心理士の先生も同じようなこと言ってますけど、まあ、やっぱりすごく人間の基本的なところなんでしょうね。まあ、私もその今でもね生活リズムが崩れてしまうことってあるんですけど、でもこの動画を撮ってるのって実はね午前9時20分なんですよ。で私今日起きたのが午前の6時半です。で寝たのが夜の10時とかだったんですね。で健康な時代の私の生活リズムなんですよそれって。でやっぱそのリズムが一番こう調子がいいんですよね。だから今日もね結構調子いいなと思って、まあ、動画たくさん撮ってるわけですけど、まあ、やっぱりそういう風にねいろいろ経験してると生活リズムってめちゃめちゃ大事なんだなという風に思います。で7つ目ですね、7つ目は自分の日常生活において楽しみが少ないもしくはないということですね。よくですねうつ病でなかなか休んだ気がしませんっていう人ってたくさんいるんですけど、あの休むっていうのはですねベッドで寝ることじゃないんですよ。ベッドで寝ることももちろん休むことなんだけど、それはどちらかというと体を休めるっていうニュアンスの方が強いんですよね。じゃあその心のエネルギーを回復するっていうのはどういうことなのかっていうふうに考えると、やっぱり自分の好きなことをするとか自分が楽しめることをするっていうのが心のエネルギーの回復なんですよね。まあ、よくそういうの心のエネルギーの回復で遊ぶことですよっていうことであの出してる例え話で金曜日の OL さんっていう例えをよく出してるんですよ。まあ別に OL さんでもサラリーマンでもいいんですけど、金曜日の OL さんでカラオケが好きな人がいるとするじゃないですか。そしたらもう金曜日ってさもう普通に会社終わってるので、夕方の5時とか6時とかでいいんですけど、会社終わっててその後飲み行ってカラオケ行ってってなったらさ体力的にはめっちゃハードじゃないですか。だって仕事丸々1日やってさ飲み行ってカラオケ行ってって超ハードなんですよ。でもその OL さんは金曜日夜家に帰ってね、じゃあ例えば1時とか2時とかでいいですよ、体はめっちゃ疲れてると思うんですけど、ああ楽しかったって思いながらベッドに入ると思うんですね。でそれはやっぱり自分が好きな遊び、なんか飲みに行くとかあのカラオケに行くっていうね、その自分が好きな遊びをもうやり尽くしてるから心のエネルギーは逆に回復してるんですよね。遊びによってその仕事によってすり減らされた精神のエネルギーを回復してるわけですよ。なので日常生活における楽しみというのはね超重要なんですよね。で私自身も回復期に入ったぐらいからですかね、まあ、こっからもっと回復のスピードを上げるにはとか、もっと良くしていくにはどうしたらいいんだろうなっていろいろ悩んだ時期あったんですよ。でなんかなかなか良くならないし、もうなんかいいと思ったら落ちて、いいと思ったら落ちてって繰り返し、もうなんか
もういいやって思ったんですよ。もうなんかもうやってらんねえと思って、こんなん真面目に血の中付き合ってらんねえよと思ってイラついて、もうなんか人生放り出したろって思ったんですよ。人生投げ捨てて、もう自分が好きなことばっかりやって、もう一生ニートで親のすねをかじって生きていってやろうっていう風になんか謎の決心をした時があって、その後ねずっとアニメとゲームと漫画とっていうことをずっと繰り返してたんですよ。多分半年ぐらいそれやってたんじゃないですかね。やっぱその時期超楽しかったんですよね。まあ、やっぱり治療でね辛いなとか今日調子悪いなって思う日もあったんですけど、でもそれをやってる時ってやっぱ現実からこう逃避されるんで、もう本当ずっとそればっかやってたいと思ってたんですよね。まあ、でもそればっかやっていくうちにだんだんその心のエネルギーが多分回復してきたんだと思うんですけど、なんかちょっとそろそろ働きたいなとか誰かの役に立つようなことしたいなってだんだん思うようになってきたんですね。それは遊びを通して、まあ、心のエネルギーが回復してきたことによってまたなんか挑戦したくなったんだと思うんですよ。そういう経過をたどってるからこそですね、日常の生活の楽しみっていうのは超大事だなと思ってます。私あの YouTube を見るの今好きなんですよ。いろんな YouTuber さんの YouTube を見るの好きなんですけど、そういう時間をね1時間とか2時間とかちゃんと取るようにしてますね。はい、で8つ目ですね。8つ目は主治医の言うことを聞かないです。まあ、これもねあのちょっとしょうがないんじゃないかなっていう部分も多少あるんですよ。あの主治医って、まあ、要は精神科の先生ですよね。精神科の先生ってどういう人かっていうと、精神医学はめっちゃ詳しいですと。で、まあ、いろんな患者さんと向き合ってるんで患者さんのこともまあそこそこ詳しいんですけど、まあ、でも大体の人がですねうつ病を経験したことないんですよね。だから経験したことがない人に言われてもっていう気持ちがやっぱ自分たちの中であると思うんですよ。まあ、そんなんでねこう実は大事な話を遮断してるってこともあると思うんですよね。まあ、でもですね、例えば私が YouTube でこういう考え方良かったですよとか、散歩もねこういう風に継続してやっていくといいですよみたいな話をした時に、あそれ知らなかったとか、やってみたらすごく良かったですみたいな声いただくことあるんですよ。でも私がやってることってほとんどお医者さんやってることと一緒ですからね。なんなら特別なこと言ってないんですよ。本当に基本的なところしかお話ししてないですし、極めて個人的すぎるものっていうのは言ってないんですよね。適用範囲が狭すぎるから言ってないっていうのもあるんですよ。だから実は主治医のお医者さんが結構いいこと言ってくれてんのに話を聞いてないっていうケースは結構ありますね。で私も実際に自分が治していこうと思った中で、まあ、あの主治医の先生なんかあんまよく分かってねえからとか思ってた時期があって、でたくさん本読んだんですよ。たくさん本読んで自分がいろんなことを実践していく中でね、これはねめっちゃ効果あったなとか、これは効果なかったなっていくつか出てくるわけですよね。でこれ効果あったなっていうのをこうざっと見てみると、あこれなんかうちの主治医も言ってたなみたいなことがほとんどだったんですよ。だから病院の先生ってさ、うつ病の辛さとか大変さっていうのは知識ベースでしかなかったりとか、まあ、人から聞いた話、まあ、患者さんから聞いた話程度しかないかもしれないんですけど、まあ、でも一応治療のプロなので、あのこうすると良くなるっていうのは、まあ、確実にあなたに適用される話か分かんないけど、でもまあ全体的にはそうである可能性が高い、大体の人に適用される可能性が高いっていうことを言ってくれてるはずなんで、まあ、主治医の先生の言うことっていうのは一応ちょっと聞いておいた方がいいかなと思います。でもまあもちろん中にはね、あの変なお医者さんとかもいるわけですよ。全員が全員ちゃんとしたお医者さんじゃないわけなんで、まあ、そこら辺の見極めとかって難しいんですけど、まあ、どうしてもなんかこう信用できないとか、ちょっとなんかおかしいなって思うところがあったりしたら、あのセカンドオピニオンっていうのも検討してみるのも一つの手かもしれませんね。はい。で、9つ目はですね、スピリチュアルにハマっているっていうところです。まあ、そのスピリチュアル全てがですね、悪いとかっていうつもりはないんですけど、特にそのスピリチュアルにハマってるんですよっていう人の特徴としてはですね、まあ、あの引き寄せの法則っていう言葉がめちゃくちゃ出てくるわけですよ。もともとのスピリチュアルっていう、あの海外で使われているスピリチュアルってもっと広い意味なんですね。例えばなんかもっと神秘的なものだったりとか、まあ、ちょっと神とかその辺も含んでのスピリチュアルって感じなんで、もっと広いからいいんですけど、日本においてのスピリチュアルって大体ね、あの引き寄せの法則っていう言葉が出てきたりとか、あの思考が現実化するっていう言葉が出てくるわけですよ。でそれ自体を私は 100% 否定してるわけじゃないんですけど、まあそういうこともあるかもねっていうぐらいにはと考えてるんですよ。まあ、実際にね科学的に解明できてないことっていうのもたくさんあるんで、科学が全てだとは言わないですけど、そういうのにハマってしまう人っていうのはなんかそれをこう信奉しすぎてね、まあ、変な方向に行っちゃうってことがあるわけですよ。で何にしてもですね、自分の夢が叶うとか自分の目標を達成するっていうのはそんな短期間で起こり得ることではないんですよね、基本的にはね。だから自分の努力とかも必要だし、来るべきタイミングとかもあったりするわけで、結構忍耐力が必要な作業だったりするんですよ。でもなかなか結果が出ない、なんか引き寄せの法則実践してるのに引き寄せられないみたいな話になってきた時に、自分ってどうなんだろうって病んでいくわけですよね。で
うつ病とスピリチュアルってそういう意味で本当に相性悪くて、あの日本におけるスピリチュアルね、本当に相性悪くて、私過去にうつ病と引き寄せの法則って相性悪いよねって動画上げてるんで、それもぜひ見てほしいんですけど、なんかその結局引き寄せの法則って自分が願ったことが引き寄せられるってことなんで、え、じゃあ俺がうつ病になったのって自分が引き寄せたのみたいな、そういう発想になっちゃうんですよ、いろいろ考えていくとね。でもうつ病って病気なんで、いつどうなるか誰がどうなるか分かんないわけで、本人に責任があることもあるかもしれないけど、まあ、100% そうじゃないわけですよ。でも引き寄せの法則って 100% 自己責任の世界なんで、引き寄せられなかった自分が悪いとか、逆にそのうつ病を引き寄せてしまった自分に問題があるみたいな感じになって、どんどん自己嫌悪になっていくんですよ。でもそれ自体がやっぱりうつ病を悪化させていくし、あの長引かせることになるわけですよね。で中にはそのスピリチュアルビジネスというものがあってね、最初は無料だったのにだんだん値段が上がっていってみたいなこともあるわけで、そんなんで金銭的に絞り取られていってしまうみたいな、まあ、世界もなきにしもあらずっていうところで、まあいろいろと相性悪いよねっていうところですよね。というわけでね、9つ紹介してきました。でちょっと振り返っていきたいんですけど、運動不足である、処方されているのに薬を飲まない、精神科に行かない、読書の習慣がない、相談できる人がいない、生活リズムが崩壊している、日常生活に楽しみがない、主治医の言うことを聞かない、スピリチュアルにハマっている、という9つを紹介してきました。まあ、最初に言ったんですけど、あくまでこの9つというのはですね、医者の私がとかね、臨床心理士の私がみたいな話ではなく、あくまでこの情報発信をしている、うつ病経験者で自分のうつ病体験とかいろんなことを話しているうちに、まあ、いろんな声が集まっているようになりましたと。でそういう一般の人たちの声を集めたデータと私の経験の主観を合わさったものなので、これに当てはまっているからといってね、うつ病が長引くわけでもない、そういう証拠にもならないし、これに当てはまらないからといってね、うつ病がすぐ治るとかっていう証拠にもならないわけですよ。なのでその参考程度に努めておいてほしいんですけど、まあ、でもね、気をつけた方がいい部分もね、たくさんあるんじゃないかなと思います。まあ、特にね、あの運動不足とか生活リズムが乱れているとか、処方されてるのに薬を飲まないとかね、まあ、これは絶対長引く原因になると思うんですよ。あの医者じゃない私でも あなたでもわかると思うんですけどね、まあ、この辺が当てはまってたらちょっと気をつけてほしいなというふうには思います。というわけで今回は以上なんですけど、私のチャンネルではですね、メンタルにいいことっていうのをうつ病経験者の視点でお話しているチャンネルになります。今後もこういった動画見たいなと思った方ですね、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。